アムスカイ全力ジャンプ。やっと私の番ね。張り切っていくっすよ。もう私の番なんだ。はい、全力ジャンプ。相手してあげる。張り切っていくっすよ。もう捕まるの。あ、もう私の番なんだ。行くよ。負けちゃった。はあ、レベルアップ。レベルが上がったっすよ。勝った怖かった。まったく怒って野生化とか。ま、全然私の敵じゃなかったけどね。一応できる限り手加減はしたっすけど。おい大丈夫か。また閉じ込められる。ああ、だからほんのちょっとだから。バカ何して。どうすんのよこれ。もう強引に突っ込んじゃえば。でも。ああ、もうあんたたち主者様が。大丈夫よ、ちょっとあんた。おお、私は圧倒的美少女絶対神の主者様よ。シュシュ。シュシュじゃない、シュシュ。今はいろいろあってこんなちっちゃくなってるけど、本当はものすごい神々しい姿で。ちーつんつんがつつくな。ちーぺしはにゃい、いたちっちゃい、まるい。泣いたからよかった。言ってるわ。え、ちょっと顔置き開けといて。はい、ごめんね。はあ、ご苦労様。え、返して、シシュ返して。すぐ返してあげるわよ。だから。え、ちょっと何振りかぶってんの。それ炎でしょ。ナイスコンタ。待って、シシュ。ま、あ、レオちゃん、ほらほら早く。うわ、なんで私まで。もう入っちゃったし仕方。なんとこれ以上グダグダ余計な時間取られたくな。なんつが暗い、狭い。わ、いた。冷たい。あー、そうだったわね。なんで私のとこまで来てんのよ。もう私から吸うもの何もないでしょ。ごめんね、私が動かしてるわけじゃないから。あんたのものなんだからな。ベタベタ、やだ。もう嫌。体溶けちゃう。もうあいつのジョーちゃんみたいにちっこくなっちまう。それはどうなんだろう。無責任っす、シルマさん。あまりにも無責任っす。何でもいいから早く終わらせて。だからこれ、やれやれ。中がどうな。何これ。どうしたの？お水、熱い。はあ？そんなの当たり前でしょ？温泉なんだから。嘘！お水冷たい！レウ、
知ってる。あんたまさかお風呂に入ったことないとか。お風呂？ああダメダメ、まだ入っちゃダメ。体洗う？レオちゃんレオちゃん、あシルマ、暗いとこ閉じ込めた。シルマ嫌い。そんなあれは仕方なかったって。まあ、あんなことしたら嫌われて当然よね。自業自得よね。わあ、二人ともずるい。私だって被害者よ。そんな投げやすい大きさなのが悪い。レウ、ほら、同じ究極。さっきの世界だ。それでも、ダメ？よかった。でも、ジョーちゃんの言うこと。いいこった。いいじゃない。シュシュ様とレオ。この手。一応言っと。こうして。ポーズも。そうっすね。この世界に偉い人なんているのかな。お腹すいた。うち探し物とか向いてないのかな。アレス様、アレス様こっち。アレス様最嘘、これみんなアレスの。さようでございます。私の目に狂いはありませんでした。ジュシュに邪魔されなければ。あれあれ、みんなありがとう。うおな、どうだ、気に入ってもらえたかな。俺はいつだって本気だ。悪の、あいや悪はいいですけど、そこはせめてヒロインとか。ああそうだな、悪のヒロイン。バカバカし、真面目にやることは。危険信号？誰？まあ、あら、よく見たらこの家、家の人も。ずいぶんと田舎臭いせ、こんな世界。びっくり！ごめんな。米子、まあ、今ビッカーン。え、だがあれだけの深手を与えておけば遠からず。だがかわいいね。構わない。ならば我はこちらをいただこう。やったでもよかった。そうなった場合、ずるいよ。その甘さがいつか命取りにならんといいがな。ひょこら、顔をなめるな。そんなに。今後は我が忠実な。これはこんなものを使ったり。シャンディってばいけない子ね。こんなものを。そんな私はただお姉様に喜ばる。ならこれは。はい、嬉しいこと言ってくれるじゃ。この俺が負けて、なんなんだあいつらは。おや、ずいぶんと疲れた。負け。おや、つぼし。はいはい。おお。よしわが。おお、怖い怖い。あ？
そんな怖い顔で睨んで。くっ。ち。おい。悪か。な、な。まだ寝足りね。ごめんなさい。つい、音落としちゃって。だからそういじめるでない。こんな態度をとってはいるが、お主のことをずーっと守ってきたのは他ならぬこやつじゃからな。そうなの？そんなんじゃねえ。たまたまてめえが俺の家で寝てやがったから。そうだったの？私すごく迷惑かけてた。そういう意味で言ったんじゃ。すぐに出て行きます。あの、長い間お世話に。ああ、出てくんじゃねえ。構わねえから、好きなだけここにいやがれ。え、でも面白い。最高に面白いぞ。笑ってんじゃねえ。今度はなんだよ。誰か来た。客だ。こんばんは。やっと人を発見。あ、こんばんは。誰だてめえは。これはまた珍妙な。第3話、圧倒的進軍。念願の伝説の武器を手に入れたぞ。そういやあんた、レウの力吸い取っちゃったのよね。うん、元の究極神に一歩近づいたよ。なんでレウはちっちゃくならないのよ。レウ？それをほら、シュシュちゃん究極神。なんか納得いかないけど。それよりもあんた、究極神の力少しでも戻って。ふっふっふ。な、何よ。私がレウちゃんから吸い取った能力、その名も究極跳躍。どんなの？レウス、なんかすごそう。それはね、それはすっごく高くジャンプできるの。おお。で、それだけ？え、それだけってすごいよ。いや、まあでも地味じゃない？くー、そんなことないよ。あ、バカ、こんなとこでジャンプしたりしたら。どう？そりゃそうなる。うう、だってシュシュちゃんがいじ。シュシュ様はシルマさんの頭の。ひゃう。ああ、ペシャンコに潰れてるっす。ペラペラ。おい、触るんじゃねえ。やぶ。器用な体質してるわよね。実は私、一番最初にシュシュにここに降ろしてもらった。でもずっと迷子になってた。恥ずかしいから、これみんなには内緒。でも、この世界、わかりづらい。区画整理と環境改善。だそうじゃな。おい。知るか！つかてめえ、何すっかり馴染んでやがる。ああ、理不尽に怒鳴られた。しょんぼり。元気出して。はあ。お主、女の子をいじめるしか能がないのか。だ、誰がいついじめたってんだよ。よしよし、いい子いい子。ありがとう、優しい。てめえも、なんでこんな奴に構いやがる。